2022年3月18日、ダイヤ改正で復活する列車たち。1、日中の急行渋谷行き。現在の日中の急行は、原則としては甲子行きのみの運行で、急行の渋谷行きは朝夕のみにわずかに設定されている。しかしながら相鉄からの急行は甲子行きと川越市行きが設定されることに伴い、日中の毎時2本の急行が渋谷止まりとなる。2013年3月16日のダイヤ改正以降は渋谷止まりの優等種別は極端に少なくなったが、今回のダイヤ改正では大幅な復活を遂げることになる。なお、日中の渋谷行きとなる急行は日吉駅を午前10時46分から午後4時16分までの毎時16分と46分に出発する列車となる。2、泉の線特急。2014年に初めて設定された泉の線の特急は2019年の11月に早くも廃止されたが、東急線直通列車に限り復活することになった。ただ、こちらは通勤特急を含め定期日最大11本とそこまで多くはならないようである。